ました。京都に嵐山でございますね。1時46分です、はい、朝の8時からそうね新幹線に揺られまして、うん、たった今着いたことなんですけど、そうなんですよ。何なんですかねこれ。ちょっと日本で唯一の綺麗な池ですか。三上神社。日本で唯一綺麗な池。いや違う違う違う、神社なんですか。髪の毛の神社があるんです。ほう。でそこにちょっときょうちゃん連れて行きたいなと思って。うん、うん、どういうこと。やっぱりそれは頭がちょっと元気になってほしいなという。なるほどね。東京からはるばる来たわけなんです。まあさぞでかいんだろうねきっとその神社、うん、やっぱり日本で唯一だから。あ、これかい。そのなんか右のやつの方が風情あってさ、コナンで見たことあるこれ。そう、行きましょう三上神社。行こう行こう。うわ、お神社。いやきつくない？ん？無理だよレイカ、そんな上がれないって。いやいやいや、こっちはないんだよキョウちゃん。え？こっち。あ、この、うん、こっち登らない。あ、登らない。登らない、うん、こっち。こっち？うん、なんもないよ。こっちこっちこっち、まっすぐ。お、なんかこのまままっすぐ歩く。え、ちっちゃまあ、ちっちゃい神社なんですよ。歴史的不動風土特別保存地区です、ね、特別保存地区、こちらです。三上神社。じゃあ行きましょうか。五神神、うん、お邪魔します。こんな感じで。あ、そっか、美容師だ。そう、美容師さんとか、うん、髪に関わる。ハゲの進行が止まって番組の進行が上手になってラジオの人とかも来てるね。ニコラス・ケイジいるよ。すごいじゃん、ニコラス・ケイジも来てるの。絶対嘘でしょ。で、ここでどうぞお賽銭です。そう、普通に入れていいんだっけ。うん、普通に入れてお祈りしてください。髪の毛が生えますように。草草守りと絵巻ください。よいしょ、今描こうか。どうぞ。はい、なんて書いてある。ハゲは嫌、ハゲは嫌って書きましたなるほど、かけていこう。よし、よし行こう。かけた。ハゲは嫌、ハゲは嫌。いや、なんかもうちょっと若干若干きた、生えてきてるね。効果見えてきた。うん、すごいよ。なんか熱くなってきたもん、頭の方。ほんと、どれ。あー、生えてきた。今の触り方良くないよ。違う、頭皮に悪い触り方してる。あ、頭皮、どうやって触るの。ちょっと本当やめてもらっていい大事な髪だからねじゃあ、京都のポケセン行こっか。甘くないやつ。うん、飲んでみて。あー、お金の神社だ。すごいすごいすごい。え、見せていいんですか。え、すごい。どこに入れればいいんだろう。ここ、こっちでしょ。こっち札でしょ。お金増えますようにという。高島屋の中に。そう、高島屋の中にきょうちゃんの行きたいポケセンが入ってるの。カードなかったらな、こうポケセン。まあね、帰ります。せーの、インドカレー抹茶とインド